桜の便箋。お客さん、来客ですよ。お前の泊まっていそうな宿くらいわかる。それよりメガネがこんなメールを送ってきた。自殺するつもりだ。お前が過去を詮索したからメガネは悩むようになったんだぞ。あいつどこにもいないんだ。一緒に探してくれ。メガネ買うた。いらっしゃいませ。それがもう注文されているんです。人探しの客が来たら団子セットを出すように注文を受けています。そんな、とにかく食べよう。絶品なんだ。でもどうしてこんなことをさせるんだ。勉強だけはすごかったぞ。俺はマジでノーベル賞をもらうと思っていた。俺は食うことには自信があるけど甘いものは得意じゃないんだ。俺もだ。お代はもらっています。それとこれを。自殺する前に自分を苦しめたお前に復讐するつもりだ。いらっしゃい。へい、毎度。サービスでやすよ。ではごゆっくり。俺はヤマタノオロチなら大丈夫だ。お代はいただいてやす。そしてこれを渡すように言われてやす。食べた後に歩くのはきついな。お前に復讐したい気持ちはわかるけど、どうして俺までこういう目に遭うんだ。おい、あいつらだ。お前たちも団子大盛りと大和のおろしそばを食べさせられたのか。いや、松江城の天守閣にいるとメールがあったんだ。急いで来たんだけど、いないみたいね。偏屈なところがあるからな。メガネの考えなんて俺には分からない。
変なくくり方をしないでくれ。大地、俺とあいつじゃ思考回路からして正反対だ。そんなこと言われても。私が知っているわけないじゃない。あいつの思い出の場所なんて知らないよ。僕も知らない。自分の死に場所をクイズにするなんて最低。高校を卒業してからほとんど会ってないんだ。俺もほとんど会ってなかったんだ。メールだって久々なくらいさ。メガネの方から会いに来ることもないからな。知らねえよ。でも高校時代だって言うなら母校とかじゃないのか。学校以外でか。そんな遠くまで僕たちを呼び出すかな。私もわからないけど、みんなで行って楽しかったのは日帰り旅行ね。出雲大社に日の岬神社に日の岬灯台よ。あそこはみんなの思い出の場所だ。灯台の周りをブラブラ散歩しただけよ。でも今考えるとそれが楽しかった。楽しかった。何もないけど。みんなで散歩してバカみたいな話をして盛り上がったな。どうしてあんなに楽しかったのかな。まだ子供でいられたからな。純粋にその時を楽しめた。メガネだけじゃないわ。私たちあの時が一番幸せだったかもしれない。ゆかりはどうする。あいつは大事な会議に出ているんだ。俺がメールで知らせておくよ。車よ。タクシーで行きましょう。市端電鉄だ。車の方が早いわよ。メガネはあの頃に戻りたいんだ。市端電鉄で迎えに来てほしいはずだ。市端電鉄で向かうってメールするよ。市端電鉄の写真をメールで送ってあげましょう。そうしたら絶対に待っているわ。天気も今日と同じで晴れてたのよね。一日晴れのはずだったのよ。私天気予報を見たんだから。その頃からお天気お姉さんだったんだな。ガリはお天気お姉さんじゃ終わらない。これからキャスターになるんだ。そうだろ。お天気お姉さんも悪くないわよ。夢に向かっていくだけが人生じゃないわ。そうね。子供に夢を託す人生もあるしね。電車から見る風景、15年前と変わってないな。社殿の朱色が美しいね。おごそかな雰囲気だわ。あれ、社務所にお砂盛りが売ってないわ。何のお守り。健康のお守りでしょ。怪我や不治の病も治ると聞いたことがあるわ。お父ちゃんしじみ漁で腰を悪くしちゃったの。それで買っていってあげようと思って。それなら
砂のお守りを受けたいというと出してもらえるはずですよ。うんちくはいいよ、早くお参りしようぜ。メガネ君、勉強になったわよ。さすが大場高校一の秀才。大場高校一の秀才は物知りね。冷やかさないでください。みんな私のために集まってくれたんですね。メガネ、何のつもりだ。こんなことやめて。俺が捕まえてやる。それ以上近寄らないでください。あと一歩でも来たらここから飛び降ります。しょうがねえな。ゆかりがいませんね。彼女はやっぱり友人に冷たいですね。ここにいるわ。少し遅れただけよ。止めてほしいのかもしれないが、いや、そうであってほしいと思う。どうせ臆病風にでも吹かれたんだろう。本人に聞いてよ。私は絶望しているんです。止めることはできません。何が不満なの？立派に勤めてるじゃない。そういう問題じゃないんです。私は技術系の仕事に就きたかった。やりたい仕事からどんどん離れていく。私はもう待っていることに疲れたんです。希望を持ち続けるだけの気力がなくなってしまったんです。これでも真面目に頑張ってきたつもりです。でもあとどれだけ頑張ればいいんですか？夢はいつ叶うんですか？もう疲れました。誰だってやりたいことができるわけじゃない。俺なんて生きていくのに必死なんだぞ。僕もその日その日を必死に生きている。世の中それくらい厳しいんじゃないのか。その男のせいですよ。あなたが昔のことを探るからです。高校の頃の夢を思い出したんです。したら死にたくなった。俺はプロ野球選手だ。あの頃は何でもできると希望に燃えていた。僕もだ。未来は輝いていると信じていた。それは俺も同じだ。あの日は幸せでした。生きてきた一番幸せだったんです。もうあんな幸せな日は来ません。そんなヘリクスで私は騙されませんよ。私も気持ちがわかるわ。アナウンサーだから本当は汚い言葉は使いたくないのよ。
でも。バカ野郎、甘えるんじゃないよ。こんなところを見られたらファン激減よ。いや、俺はさらに惚れた。そんなことを言われても。私は言いたいことを言ったわ。見た目はね。でも中身はまるで子供よ。だんだんイライラしてきたわ。やりたいことができないとか、あなたは子供。私だって夢破れて算があるよ。それは国ですね。私だってアイドルになりたかったわ。でも今は娘を女優にすることに燃えている。やりたいことはその場所で考えればいいのよ。私なんて生きていたって。もちろんこれからだってまだまだ不安はある。それでも頑張らなきゃいけないんだ。死んだって周りの人を悲しませるだけだよ。放っておいてください。まあ、俺は高3の時にプロ入りを諦めた。その辛さがお前にわかるか。道場を引こうとしても無駄ですよ。そうじゃない。ただここにお前と同じように人生で辛い思いをした人間がいるってことだ。どうして私が彼女に会うんですか？そんなことはありません。嘘です。私はそんなことはしていません。手紙ありがとう。私はずっと塞ぎ込んでいました。このまま消えてしまいたいと思っていました。生きていても辛いだけだと思っていました。でも行きます。考えが変わったのはメガネ君のおかげです。今日メガネ君が訪ねてきたんです。メガネ君は謝りに来てくれました。このままもやもやした気持ちで卒業したくないと言ってました。私嬉しかった。その一言で生きられると思った。メガネ君に感謝します。彼は命の恩人です。言葉って大切なんですね。思っていただけじゃ気持ちは伝わらない。マックス君も思っていることは言葉にしてください。そして行動してください。私強くなります。いつか心の底から笑える日が来てほしい。その日を楽しみに生きていきます。文野彩。私が人を救ったなんて。
そうなんですね。捕まえたぞ。もう話さないからな。その手紙読ませて。女神くん、しおりに謝りに行ったの？どうしたの？このままの気持ちで卒業したくないんです。一言謝りたくて。ごめんなさい。もういいわ。もういい。私だけじゃないと思います。みんな謝りたいんです。ただ。何？文野彩さんです。みんなしおりを彩さんのように思って、それで恐れているんです。私は私なのに。彩さんの面影を消せるといいんですけど。1年前に戻りたいね。この1年が10年にも20年にも感じられた。10年後、15年後はどうなっているのかな。きっと仲良くしていますよ。うん。どうして今頃になってその話をするのよ。そう言われても。卒業前にしてくれてたらこうはならなかったのに。そうかもしれませんね。ええ、今にして思えば、あれは私たちの知る吉岡しおりでした。お前の知りたいことは全部話したぞ。何を言い出すんだ。全部話したわ。何もない。火事についても詳しいことは本当に知らないんだ。気づいた時にはもう手のつけられない状態になってたんだよ。1999年12月26日、そう言えるのよ。覚えていません。もう気がついているんでしょ。Thank you.
美術館館長は私の夢だった。だったってどういう意味だよ。私、クラスメートが自殺するかもしれないのに会議に出ていた。次の館長を決める会議よ。でも負けちゃったの。私の夢遠ざかっちゃった。今の副館長が館長をやることになったわ。その人は私を嫌っていて、これから大変よ。私はしおりとみんなが仲直りできるように踏みの手でのクリスマスパーティーを企画したの。綺麗。そろそろ始めましょう。海野さんは大丈夫なの？教授に事情を話したら、もうアヤさんにならなくていい、ここにも来なくていいって言われたの。よかった。明日からはただの吉岡しおり。陽子さんにはかわいそうだけど、海野教授が何とかしてくれるって。コンセントの接触が悪いようですね。ケーキが美味しいよ。絶対に海外のメーカーのケーキだよ。またケーキを食べてるの？今日はあやさんの服じゃないのね。あやさんはもう終わりにするの。それがいいよ。おかえりしおり。これで昔に戻れるな。おいおい、サプライズか？どうしたんでしょうね。ブレーカーが落ちたようですね。俺、入れてくる。玄関の横にブレーカーがあります。みんな悪さをしないで待ってろよ。ここの設備は古いんですよ。ブレーカー戻しましたよ。ありがとう。驚いたね。こういうアクシデントも楽しい。クリスマスパーティーは成功だった。以前と同じように仲良し8人組に戻れたわ。ほとんど話はしないで、ずっと笑顔で私たちを見ていたわ。これで終わればハッピーエンドだった。でも現実は残酷。家に帰ると意地悪な母と姉が私を待っていた。こんな時間までどこに行っちゃったね。しおりと会っていた。受験生なのにフラフラしちょうさなね。しおりちゃん国立に行けそうなんだと。そうみたい。春までは同じくらいの成績だったのにね。去年までゆかりが上だったでしょう。同じぐらいだったわ。あんた抜かれたのよ。しおりが頑張ったから。そうやってしおりちゃんを応援しようけん抜かれだわ。お人よしなのよ。だらずってもんだわ。お母さん言い過ぎよ。当たっちゃうけど。うちには優秀なお姉ちゃんが多けんいいわ。部屋に戻ったらサイレンが聞こえてきたの。外を見たら踏みの手から煙が上がっていた。私踏みの手に駆けつけたわ。海野教授と陽子さんが逃げてきたの。そうじゃないの。大丈夫ですか？命だけは助かりました。アヤがおらんよ。アヤは亡くなったんだ。うちにおったが。今日一緒にクリスマスをやったがね。あれは娘が死んでもいいんかね。アヤ、陽子、
夫です。ここにいてください。陽子、何があったの？陽子さん、陽子さんがどうしたの？彩さんを探しに家に戻ったの？そんな、しおりのせいよ。しおりが彩さんを演じたから。ん、私はやめた方がいいと思ってたの。あんなことをやるべきじゃなかったんですよ。余計なことするからだ。私、法に触れることをやったわけじゃないけど、公表されたら官庁候補者にはダメージでしょ。それをやったのはゆかりじゃない。俺が勝手にやったんだ。いや、みんな同じ気持ちだ。松江大場高校は優秀な進学校なの。ほとんどの生徒が進学して夢に向かっていく。15年前、私たちは頑張れば夢は叶うと信じてた。でも現実は簡単じゃねえ。俺は高3で夢だったプロ野球を諦めた。私も22歳で女優を諦めた。僕もケーキのお店は出せたけど、まだまだだ。いくら努力しても夢から遠くなるばかりよ。だからゆかりを応援したかった。彼女はみんなの希望だったのよ。何もありませんよ。パーティー自体はとても楽しいものでした。まだみんなにも隠していることがあるの。火事の原因は私かもしれないの。リビングに飾ったキャンドルを消し忘れたの。それなら僕が消したよ。私、怖くて記事を読まなかったの。何もないよ。それに僕、文野教授とはあまり話してないんだ。今ので全部よ。今更隠したって仕方ないじゃない。クリスマスパーティーの時じゃないけど、デブに言いたいことがあるわ。なんだよ、いきなり。私、14年前のバレンタインデーに、しおりはデブにチョコレートを渡したくて家の前で待っていたのよ。しおりが来てるなんて気がつかないよ。バレンタインデーなのよ。家の外くらい確認しなさいよ。そんな大ニュース、よくビッチが黙っていられたな。しおりには借りがあるから。これ何？松江にある芸能事務所、地元出身のタレントを作りたいって声をかけられたんだけど、私よりビッチの方が向いてると思って。いいの？女優になってお父さんに楽させるんでしょ。父ちゃん、しじみ漁で転んで腰を痛めたの。
だから私が力になってあげようと思って。ビッチなら女優になれるよ。ありがとう。私、紹介してもらった事務所でタレント活動したの。本になったしおりによく冷たくできたね。僕に聞かれてもわからないよ。見たのはビッチなんだから。私の早とちりだって言いたいの？大した用じゃなきゃ家の前で待つわけないじゃない。それもバレンタイン当日にわざわざ家まで行ってるのよ。確定よ。意地悪ね、知ってるくせに。うまくいかなかったわよ。今思えば天罰だったのかもね。俺も言ってないことがある。夏祭りの後、みんなと別れてから不良仲間と合流しようとした。バカ、危ねえだろ。バカなのはサル君よ。何？私はサル君に甲子園に行ってほしい。俺はもう野球はできねえんだよ。監督になればいいじゃない。監督になって松江大場高校を甲子園に連れて行ってよ。俺はあれで目が覚めた。彼女の夢を叶えてやれるかもしれない。分かってますよ。もう自殺なんてバカな真似はしません。ここにいる全員に誓います。残念だが、悪ぶってただけで猿ほど荒れてはいなかったよ。俺もしおりに助けられたことがある。そうなの？あの年、しおりから年賀状が届いたんだ。年賀状で劇を飛ばされた。もちろんそうだと思うよ。僕のところにも毎年届いていた。でもチビが話したほど熱のこもった文章は書いてなかったよ。自分のことのように心配していたわ。だから人一倍腹立たしかったんだと思う。被害が大きくて罰金だけじゃ済まなかった。さすがにもう釈放されたけどな。何度か愛はしたけれど、それだけだ。そのうち店にでも呼ぶさ。私見たの。
満開の桜の下、しおりは泣いていた。カンニングを疑われても暴力を受けても涙を見せなかった彼女がこの町を出るときに一人で泣いていたの。ボロボロ涙をこぼして泣いていたの。私も会いたい。しおりに会って謝りたい。俺もだ。私も会いたい。僕もだ。私ももう一度彼女に会いたいですね。俺たち過去から逃げようとしていたけど、本当は向き合わないといけなかったんだ。役所に文野教授の教え子がいます。私が報道をやりたいと思ったのは、高校の頃裸足の闇というドキュメンタリー映画をしおりと見たからなの。彼女は友人に勧められたって言ってたわ。とぼけてる。車椅子の男性が文野さんです。私たちを覚えていますか？もちろん覚えていますよ。メガネ君、ビッチさん、デブ君、ガリさん、サル君にチビ君、それに親友さん、皆さん大人になりましたね。僕たち15年前のことを謝りに来たんです。陽子さんが亡くなったのは私たちのせいです。ごめんなさい。何を言い出すんですか。君たちが謝る必要はありません。陽子が亡くなった責任は誰にもありません。それより私は君たちに感謝しているんです。あの数ヶ月、陽子は本当に楽しそうだった。綾が亡くなった後、もう妻の笑顔は見られないと思っていた。君たちは陽子に笑顔を取り戻してくれた。私たちは何もしていません。全部しおりです。しおりのおかげです。君たちの協力があったからだ。あの年のクリスマスパーティーは人生最高の思い出です。でもその後、陽子が亡くなったのは事故です。そう言ってもらえると少し気が楽になります。みんなしっかり大人になっているようだね。それがみんな挫折中なんです。それでいいんですよ。成功ばかりの人生はとつまらないですよ。俺たち大切な友人を辛い目に遭わせてしまったんです。彼女に謝りたいんです。しおりの連絡先を知りませんか？残念だけど知らないんだ。そうですか。がっかりした顔をするんじゃない。連絡先は知らないけど居場所は知っている。どこですか？彼女なら君たちの後ろにいる。え？
ここで看護師をしているんだよ。しおり、ゆかり、ごめんなさい。私謝っても謝りきれない。私だって謝りたいことがいっぱいある。しおりは少しも悪くない。同じ大学に行こうって約束したのに、相談もしないで希望校を変更したわ。私の学力がついていかなかっただけよ。それなら私を許してくれる？許すも何も、しおりは悪くないのよ。あの、僕たちもいるんだけど。デブ、イケメンになったね。今はパティシエで小さなケーキのお店もやってる。それと来月結婚する。おめでとう。幸せそうで嬉しい。やっぱりプロのカメラマンの目は確かね。ビッチね。しおりの方が私よりも美人になった。何言ってるのよ、相変わらず綺麗じゃない。お世辞はいらないわ。私はこんなだけど、娘は可愛くて末裔のスター子役なのよ。元気そうね。会えてよかった。ガリの活躍はテレビで見てるよ。アナウンサーの人気投票に入れたのよ。ありがとう。しおり、俺は約束を果たせるかもしれないぞ。猿ね。約束って甲子園？今年は行けるかもしれない。俺は合わせる顔もないけど、もうすぐ店を任せてもらえるかもしれないんだ。頑張ってるのね。よかった。私はまだ何もできてないんですよね。それどころか数時間前まで人生を終わらそうとしていたんです。何があったの？何もないんです。それが歯がゆかったんです。でも吉岡さんと再会できて、まだまだ頑張らないとダメだと思えてきました。私も同じよ。みんなと再会できてまた頑張れる。もっと頑張れる。届いたようだね。からくりは東京に帰ってから聞いてください。間に合ってよかった。あやも陽子もきっと喜んでいますよ。どこに行くつもりじゃ。合格じゃな。謝らないとならないのは私です。文の綾さんだと偽っていてごめんなさい。辛い時、あなたの手紙が支えになりました。いつかお礼を言おうと思ってたの。それに友達を連れてきてくれた。しずくよ。はじめまして、マックスくん。
したの？ニヤニヤして。おかしな人ね。島根で待ってるよ。